レオンは、スペインカスティーリアイレオン州レオン県のムニシピオ、レオン県の県都である。2012年の自治体人口は13万1680人で、あり、レオン都市圏の人口は20万4212人。中世には、レオン王国の首都が置かれていたため、有名なゴシック様式のレオン大聖堂や、その他多くの記念建造物がある。サンイシドロ聖堂は、 かつてのレオン王国歴代国王や王家の人々が埋葬された霊廟であり、ロマネスク様式の絵画を多く収めている。市内にあるカサデボティーネスは建築家アントニオ・ガウディが初期に設計したもので、現在は銀行が入っている。かつてサンティアゴ騎士団の本拠として16世紀に建設されたサンマルコス修道院は、現在パラドールとレオン美術館として利用されている。 レオンは復活祭のようなフィエスタで知られている。レオン市民による礼拝行進は国内外から観光客を集める有名な伝統行事となっている。レオンは紀元前一世紀ローマ軍団第六軍団ウィクトリクスによって建設された。68年第七軍団ゲミナが高級的な軍事キャンプを創設し、これが市の原型となった。 レオンという都市の名前は、かつてのラテン語の名前レジオセブンエミナに由来する。ローマ軍団は、ローマ皇帝ガルバによりベリア人から補充され、彼らは、市の場所を、アストリアスやカンタブリアの山岳民族から領土を、守るための用地とした。そして、一内の、特に、ラスメドラスで採掘される金の輸送を取り締まっていた。タキトスは、旧第七軍団クラウディアと区別して、 軍団をガルビアナと呼んだが、この名称は裏付けられる、どの碑文からも確認されていない。ゲミナの名称があったことはわかっている。ゲルマン人軍団の一つを指揮したウェスパシアヌスによって合併されたため、第一軍団ゲルマニカになったとはありえない。軍団の正式名は第七軍団ゲミナフェリクスであった。パンノニアで任務に着いた後、内戦時に、 ヒスパニア・タラコネンシスでウェスパシアヌスによって駐留させられた。もともとこの地域にいた軍団3つのうちの2つ、第6軍団、ビクトリクスと第10軍団ゲミナの場所を提供されたが、この2つはゲルマニアへ退却していった。後の皇帝たちの支配下でこの定期的なレオンの陶器、宿舎はプトレマイオスの旅行日記やいくつかの碑文から我々は知ることができる。しかし、 多くの碑文からは、強力な文献体は、州の主要としたらこにいたことが証明されている。ローマ英語のレオンは、レオン王国の歴史が占める。アステリアス地方にあったローマ軍団の基地は、重要な都市に成長し、586年まで、西モー都族の攻撃に抵抗し続けた。586年、ついに西モー都をリユービギルドに征服されたのである。レオンは、 西郷と王国が要塞の維持を許した数少ない都市の一つだった。イスラム勢力との交争時代、ローマ人が山岳民族の侵入から平野を守るために建設した要塞はスペイン独立の最後の避難所として産地を覆った進化した地位になった。846年間近にはモサラベの集団が市に再び植民しようとしたが、 イスラム勢力の攻撃で主導権が妨げられた。八百五十六年、キリスト教徒のアストリアスをオルドニョ一世の再植民の試みがなされ成功した。オルドニョ二世はレオンを、レオン王国の首都都市、イベリア半島のキリスト教徒都市で最重要の地となった。九百八十七年頃イスラムの将軍による略奪に遭い、死はレオン王アルフォンソ五世によって再建され、彼は、 市場の機能を含む経済活動を取り締まる1017年法令を出した。レオンはサンティアゴでコンポステーラへ向かう巡礼路の拠点の一つであった。貿易商人と職人のための郊外が13世紀以降膨らみ、自治体政府の影響を受け始めた。中世初期、家畜の飼育が市販営の時代を築いた。16世紀、経済と民主主義の衰退が固定され、 その状態は19世紀まで続いた。1936年7月、スペイン内戦時、レオンは共和主義者に対する闘争に参加した。1960年代、レオンは県の田舎からの人口流入によって過大な成長を経験した。1983年、レオンは近隣のカスティーリャ地方と合併し、新設されたカスティーリャイレオン州に含まれることになった。 少数の住民と地元政治運動はカスティーリアに支配されることに反対した。結果として、レオンは人口の少ないレオン自治のための穏健な政治運動の中心となった。一部のレオン住民はサラマンカ県、レオン県、サモラ県各県からなるレオン州の創設構想を支持した。レオンは目を引く中世建築からアバンギャルドな現代建築まで、 多くの印象的な記念物を所有している。最も有名な建物は、優れた、ステンドグラスを要する霊余南式ゴシック建築の、レオン大聖堂、ロマネスク絵画を収蔵する、レオン王家のボダイデラサンイシドロ聖堂、溢れるばかりのプラテレスクファサードのある旧サンマルコス、修道院である。県議会の建物として使われているロスグスマーネス。 宮殿はヒルデオントニョンによるプラテレスクの印象的なパティオを含む。旧市街は中世の紙壁の大部分とローマ時代の紙壁の名残を保存している。カサデ・ボティーネスはネオゴシック様式の建物でアントニオ・ガウディの作品である。レオンにはカスティーリア・イ・レオン現代美術館がある。現代的な建物の設計者はマンシージャ・アンドトニオンの建築チームである。 最も特徴的な構造は数千の大きなステンドグラスでできたファサードである。近郊のレオン公道は不規則にはめ込まれた窓によって貫通した簡潔な白い立方体である。その他に飲食店の集中するバリオ埋め戸とグラーの広場がある。レオン住民の習慣によると、青州館市中心部でおびただしい数の礼拝行進が行われる。最も美しいものは 聖ヨハネと聖母、マリア、キリストが面会する様子を3つのグループが表現する面会の礼拝行進で、レオン大聖堂前の遊歩道で行われる。聖ヨハネ聖ペトロ祭も顕著なもので、6月最終週に祝われる。開催中にコンサートと祭りが開催され、町全体がテラスと路上市場で占拠される。レオン住民は夏の最初の日、 特に聖ヨハネの夜を祝い、皆が外へ出て、美しい花火と焚き火を楽しむ。自治体市長は、カスティーリアイレオン国民党のエミリオグティエレス・フェルナンデスで、自治体表議員は、カスティーリアイレオン国民党15、カスティーリアイレオン社会党10、マス2となっている。レオンはレオン司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。代表的なレオン料理には、 セシーナ、モルシーリアボティーリョ、ニンニクのスープ、レオン風コシード、デザートのマンテカレスなどがある。ありがとうございます。